はい、こんにちは、総合監督と申します。ウィニングイレブンカードコレクションウィークホレ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、今日なんですけれどもね、まずこちら1回限定の旧正月記念無料11連ガチャが来ているので、これ引いていきたいと思います。まあ無料で引けるんでね、本当にね、軽い気持ちで引いていきたいと思います。でこの後ですね、まあレジェンドのグティのね、まあ、グティが引けるかもしれないガチャとかね、まあその辺も引いていこうと思ってますのでね。はい、さあそれでは行きましょう。1回限定ですね。まあとりあえず星5は引きたいところではありますがね、まあ星5引けへんかったら、でもこの無料のプレゼント意味ないなっていう感じですけれども、まあ、とりあえず金の旗は回ってません。ちょっと怖いですね、これね。2分の1ぐらいの確率なのかな。まあ、とりあえず行こう。自分の運を信じて。はい。よかった。よし、まずは星5ですね。まあ、ここは、これは最低限良かったけれども、ただ、レギュラーシーズンのね、カードがね、まあ、やっぱりちょっとかなりね、微妙なガチャなんだよね、あれね。ガチャじゃないな。微妙な、結構なんだろう。グレードは割と高いんやけど、微妙な選手がたくさん入ってるんで、まあ、星5でもちょっと油断ならないなという感じなんですけれどもね。うん、で、どうせやったら、まあ、被ってくれた方がちょっとマシかもしれませんね。被ってくれた方がマシというか、ちょっと言い方がおかしかった。おお、もう星5だったぞ、でもこれ。おお、いいんじゃない、95、ほらね、これ。誰ですよ、これ。カストロビッリかな。もう難しいですもんね。ここが星5みたいな。なんでここが星5みたいな。もうウィーレだったら、なんでこの選手黒玉みたいな。まあ、ウィーレやけど、これも。はい、97、おーっと、タグリアフィカ、いいじゃないですか。僕、タグリアフィカね、前シーズン、前のシーズンのやつかな？あ、ナショナルか、これ。星5のやつを2つ持ってましたね。今も多分合成して、合成っていうので合ってるのかな。上限突破してますけどね、レベルね。はい、ニコラス・タグリアフィコ。まあ、これは結構ありですね。ただ、アーリークロスが B なんかちょっと気になるところですけれども。まあ、無料なんでね、ありがたいですね。で、次回ですね、僕、この旧正月のグレードアップ11連ガチャの、3回限定のやつ、これも引こうと思ってます。まあ、あくまでもこれは次回ですけれどもね。おそらく、土曜、もしくは日曜日にね、その動画を上げようと思ってます。はい。では、戻ってですね。まあ、あと、このガチャ券も引こうと思ってるのと、さらにですね、こっちですね。はい。コインマーケットで、これ、レジェンドフラグメント交換所。これでグティね、星5確定のグティ確率 10% ガチャ。これがあるんで、これをね、4回、マックス引いていきたいと思います。さあ、引けるだけ引こうという感じですね。まあ、だいたい 40% になったのかな、これ。約 40% か。まあ、約 40% ですね。まあ、40% よりもちょっと低いかもしれないですけどね。さあ、これ引いていきたいと思ってます。さあ、ということで、では、まずはね、星5確率 10% ガチャからガチャいきたいと思います。さあ、行きましょう。まずは星4。はい、まあ、この辺はね、想定の範囲内です。まあ、こういうね、ちょっと暗黒の時代もないとね、やっぱりね、光さした時に眩しくないですからね。行きましょう。10%。はい、10% はちょっと引きたくないけど、めんどくさいな。今後 10% はもう、引いた端から引いていくのもありやな。動画外でね、もう引いとくのもありかなって感じがしますけどもね、全然やっぱ引けないわ、星5。てか回ってへんもんね、これ。いきなり星5なってるやん、これ。なんやねん。びっくり。はい、ネトですね。はい、バルセロナのサブのゴールキーパーです。まあ、サブのゴールキーパーなんでね、まあ、どう強いか弱いかとか、まあ、そういう次元の以外の問題ですね。はい、星50パーガチャ。なんだこれ、星4あったのに星5出ようよな。わけがわからん。通常の演出でも、まあ、ちょっと嬉しいですけどね。はい、ブライス・ワイト。なんかバルセロナ感今日強いですね。はい、ということで 10% 全て引き終えましたね。まあ、このグティのやつは最後にね、引きたいですけれども。さあ、星5確率 30% ガチャいきたいと思います。さあ、30% なんでね、結構これは出るはず。はい、出ませんでした。はい、星4です。なんかもう、なんだろうな、サッソーロのインフォも来てたらちょっと外れ感がありますよね。はい、次行きましょう。なんか、サッソーロでも星5結構入ってるんですよね。なんか2人ぐらい、もう僕確認したんですけれども。2人ぐらいいましたよね。かなり微妙やな。さあ、行こう。次、30%。30% 多いな。星5確定置いといた方がいいかな。どうやろう。最後に置いといた方がいいかな。グッティ先引いてまうか。ちょっと悩みどころですね。どうしよう。30%。まあ、とりあえず 30% ですね。これはね、一人も来てへんやん。30%。4回ぐらいあったっけ ?4 回ぐらいあったやん。あ、やっと引けた。よかった。さあ、本日2回目の星5。3回目か。本日3回目ですね。星5。さあ、来ました。できるだけグレード高いようにお願いします。96。あー、ブロゾビッチ。星5の中でも僕の一番嫌いな感じだね。持ってるからね。持ってるけどね。マルセル・ブロゾビッチ。
絶対なんか使おうとしないもんな、この辺。じゃあどうしましょう。自分の運を信じてね、まあ、グティ出るものと、考えて、ナショナルシリーズの星5確定ガチャいきたいと思います。まあ、これはね、金の旗が待ってもおかしくないんやけれども。おかしかったね。はい、行こう。さあ、ナショナルシリーズの星5確定ガチャ。まあ、できたら、100以上がもう今、あれなのかな、金の旗なのかな、金の旗は100以上なのかな。だからちょっと、できるだけ99とか来てくれないな。はい、セメドですね。ネルソンセメド。これを持ってるやつですね。OK。メルピーはいいよ。はい。ということで、じゃあ、レジェンドフラグメント交換所のね、グティ確率 10% ガチャ。これだけが残りました。まあ、これでね、本当にグティ狙っていこうと思います。まずは一発目。出るかな？出てくれたら非常に嬉しいんやけどな。おー、星5確定なんや、これ。めっちゃすごいやん、このガチャ券。マジで？いやー、なんかちょっともったいないな。ということは、今日星5いっぱい出るやん。いや、ありがたいといえばありがたいよ、これ。さあ、行きましょう。誰が出てくるのか、お願いします。98。おー、チアゴ、アルカンタラ。アルカンタラやけど、持ってるな、これな。持ってない。ごめんなさい。嘘つきました。チアゴ、アルカンタラ。グレード98。なんか持っててもおかしくないけどな。持ってなかったっけ？まあ、ニューってなってないから持ってないやろな。ちょっと嬉しいけど。はい、次、もう一回行きたいと思います。なんかいつの間にか GP。おー、金の旗割ったぞ、ついに。よっしゃ。これ、グティ来んちゃう、マジで。来たかもしれない、グティ。さあ、星5確定ガチなんや。すげえな。フラグメント、報酬。ていうか、グティ、これ余ったらちょっともったいないな。まあいいわ。101。いや、違う。どんなルンバ。いや、いいよ。でも、どんなルンバは。嬉しい。ジャンルイジどんなルンバ。ニューですからね。よし。これめっちゃ嬉しいな、どんなルンバ。でも、キーパーでもいっぱいあるけどね。さあ、3回目いきたいと思います。まあ、これは普通の通常通りの、星5ですね。すいません、はい。さあ、まあ、とりあえず星5確定ということで、できるだけ高いグレードお願いします。あはー、トマムニエね。はい。もうこれは持ってますからね、被りました。さあ、いよいよ最後ね、ラスト1回、ここで引くか引けないかでね、やっぱりね、持っているか持ってないかがね、分かれますからね、行きましょうか。はい、ではね、最後行きたいと思います。はい、では最後ね、行きたいと思います。星5確定、グティ確率 10% ガチャ、ラスト。さあ、ここで金の旗が舞うか舞わないか持ってないやつでした、やっぱり僕は。ごめんなさい。くそ。ケースケホンダになれなかった。プロフェッショナルになれなかった。くそ、行こう。さあ、ちょっとね、金の旗の時はマジでちょっと出たかなと思ったんやけどな。どんなるも悪くないねんけど、キーパーもノイヤーとかもそこら辺たくさん持ってるからな、言うて。さあ、ただ96、ナスタシッチ。これ持ってっかな、微妙やな、レギュラー。あ、持ってないわ。持ってないけども。持ってなかったからどうやねんって話だ。うわー、ちょっと微妙、ナスタシッチは。昔、あれですよね、マンチェスターシティとかにいたのかな。インターセプトの B やからな、これな。まあ、結局今日はどんなルンマが当たりでしたということですね。はい、ということで、まあ、次回ですね、まあ、明日、もしくは明後日ですね、旧正月グレードアップ11円ガチャ、こちらのガチャね、引こうと思ってますんでね、そちらもよかったらチェックしてみてください。ということで、今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。